Jealous 1-minute English lesson! Yay! Yeah! 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 Okay! 前回に続きまして、今回もね、さくらを、カードキャプターさくらから気づきました。これシリーズなんですよ、1週間の。そう、今週はカードキャプターさくらで英語を覚えようという、そういうことですね。うん、うん、さてら、さくらといえば、さくらといえばさくら怪獣じゃないもんを思い出すけど似てる確かに確かに お兄ちゃんよく言いますもんね、怪獣って。これを英語で言うと、うん、これね、英語で言うとね、 I'm not a monster なんですよ。 I'm not a monster ちょっと待って、 I am not a monster、 I'm not a monster、 ショートで I'm not a monster、 I'm not a monster。 あー、これなんでも言えそう。なんかさ、一気に可愛くないよね。怪獣じゃないもんが I'm not a monster、 怪獣じゃないもん、 I'm not a monsterモンスターちょっと可愛くないね。可愛くない。まあでもね、でもね、考えてみればさ、アメリカの子供とか確かに言うんですよ。あ、そうなんだ。お母さんとかに You're a monster とか言ってお母さんにお前は怪獣だ、 You're a monster、 You're a monster。 そうそう、もうね、別にほら悪意あるわけじゃないし、なんかむしろ愛情があるって感じなんですよ。あ、なるほど。 なので皆さんもね、身近な人 You're a monster とか You're a monster、 I'm not a monster とかってちょっと使ってみてくださいなるほど。You are a monster! What? I'm not a monster! 舌打ちされた今何よもうそんな感じなの。使ってみてって言われて、ちょっと言われてびっくりしちゃった。なるほどね。I'm not a monster! 何言ってるの。 You're a monster! I'm a monster! You're a monster! I'm a monster! そういう感じで皆さん、You're a monster! I'm not a monster! 使ってみてください。うん、Thank you for 最後の。あ、そっか、今週で、今日で終わりか。終わり。おお、じゃあ明日はどうなるんだろうね。明日またね、こういう機会があったらね、別のアニメとかでもいいし、カードキャプターさくらでもいいし、なんかやってみたいね。ね、ちょっと別のアニメをピックアップしてきますよ、今度。おお、ぜひよろしく。はい、じゃあ皆さん、Thank you for listening。Thank you for watching。Watching。Thank you for watching。Bye。バイバイ。イエーイ。